皆さんこんにちは。今日の知っとくはアルミ缶とスチール缶の違いです。缶飲料の容器にはアルミ缶とスチール缶とがあります。アルミ缶はアルミ製なので柔らかく、スチール缶は鉄なので硬いという違いがありますが、なぜ同じ缶飲料で容器に違いがあるのでしょうか。疑問に思ったことはありませんか。これは缶の中に詰める液体によって缶を選んでいます。コーヒー、紅茶、トマトジュース、野菜ジュースなどは缶に詰めた後に高熱や高圧をかけて殺菌しなければならないため、熱や圧力に強いスチール缶が選ばれています。アルミ缶がよく使われるのは炭酸飲料です。コーラやサイダーなどの炭酸飲料がそれにあたり、ビールもアルミ缶です。これは炭酸によって雑菌の繁殖が抑えられるからであり、殺菌の必要がないのです。また炭酸の圧力によって缶が内側から外側に向かって押されているため、アルミ缶でも変形しにくいようです。アルミ缶にスチール缶、ペットボトルなどゴミの分別は大変ですが、皆さんちゃんとなさってますか？偉いですね。